これまで eboard の動画や問題を使ってその使い方、勉強の仕方を確認してきました。ところが実はこの eboard の使い方、今まで確認してきたのは2つの学習モードのうちの1つだけだったんです。ここにハテナ、アクティブモードでの学習と書いてあります。このハテナは,てなは の、e、のサイトのいろちょっと押してみましょうそうするとアクティブモードでの学習というのがスライドで説明されています今までの動画で話してきた内容がスライドで説明をされてるんですねそしてここにはアクティブモードでの学習と書いてあるので実は今まで説明してきたのは アクティブモードでの学習だったのですそして e ボードにはもう一つの学習モードがありますこの動画ではその学習モードの切り替えをやってみましょう画面左上のマイボードを押してくださいそうするとアクティブモードでは付箋グラフの画面に移りますそしてこの画面の右上ここに今あなたが使っているモードが 表示そしてその横には切り替えボタンスイッチのボタンがあります。これを押してあげるとモードの切り替え画面が表示されます。e ボードには自分で学ぶ力を伸ばすアクティブモード今まで動画で出てきたモードと繰り返しが力を伸ばすマスターモードという2つのモードがあります。 ボードに最初登録をして使い始めた,時また登録をせずに使っている場合はこのアクティブモーードドでで学習ががきるようになっています。こちらが e、のおすすこちボのおめだ,からですただしどんな時にどんなふうに勉強するかによってはこのマスターモードの方がぴったりいい時もあるんです マスターモードの詳しいところは次の動画で見ていくとして簡単にここではアクティブモードとマスターモード説明をしておきましょうアクティブモードは今までの説明で使ってきたモードなのでどんなものだったかっていうと問題は動画に沿って簡単なものから一つ一つ出題されていましたよね動画そしてその動画の内容を確認する問題問題問題 となってました動画問題問題動画問題問題っていう順番になっていましたんですそして問題を飛ばすこともできましたしさらには上のバーから解く問題や動画を選ぶことも自由にできましたなので自分で考えながらどういう順番でどこをやっていくのかそういうふうに解いていくモードだったんですそしてこれはまた今度説明をしたいと思うんですけど この付箋機能を使うことでなかなかこういうデジタルの ICT の勉強ではやりづらい振り返り返こ,こういうふうにアクティブモードはちょっと苦手な教科や勉強新しく勉強する予習であったりとか そういうところを一つ一つ丁寧に自分で考えながら学んでいくモードなんです。自分で学ぶ力を考えながら伸ばしていこうというモードになっています。それに対してマスターモードはどうなってるかというと、繰り返し繰り返し問題が出てきます。なので、一つの単元で動画ごとに問題が分かれているのではなく、 単元の中の問題がどん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 ランダムに順番がバラバラに出てきます。もちろん簡単なものからは出てくるんだけど順番に決まりがあったりするわけではありません。ただしそういったいろんな問題に答えられるようになることで力を繰り返しが力を伸ばすということで力をつけていこうというモードです。そしてもちろんこのモードにもヒントや ヒントの動画もあるのでそれを使いながら学習することができますそしてもう一つアクティブモードとの違いは問題を解きながら正答率やさまざまなデータが出てくるのでそれをうまく使いながら学習もできますよというところですちょっと野球スポーツで考えてみるとマスターモードは1000本ノックのような感じでただひたすら 飛んでくるボールを取って何回もそれを繰り返して力を伸ばしていこうとアクティブモードはうまいプロ野球の選手の捕球を見て球を取るところを見て自分もそれを意識しながらフォームを意識しながら丁寧に丁寧に一球一球練習をしていくようなモードですこのよういう違いがアクティブモードとマスターモードにはありますそれじゃあアクティブモードは今まで説明してきたので マスターモードに切り替えましょう押してあげますそうするとサイトが読み直されてマスターになりましたね表示されるのも勉強ググララフフというグラフになりました。次の動画ではこのマスターモードの使い方について話をしていきたいと思います